人間の通覚を強化するのだ。フェイス起動ラクリマと生体リンコナタの命は発動と同時に我々は全てゼレフよりになる。ゼレフの仲間と共に歩く道を開け、黙れ！そなたの通覚をむき出しにした。それは風が吹くだけで体中に激痛が走る。思い出すよな、エルザ、あの地下拷問部屋を。エルザが破れるのか。じきにこの世を去るコナタの最後の災難だ。もっと絶望しろよ、エルザ。まずは資格を奪う。次は触覚、味覚、嗅覚、そして聴覚。これがこの世で聞く最後の言葉だ。これが完全勝利だ。我が魂尽きようとも人間どもに未来はない。そなたは殺さん、死より辛い地獄を味わうがよ。このまま冥王様の人形にしてやろう。毎日毎日ゆっくり時間をかけて心と体を一部ずつもぎ取られていくだろう。羨ましいな。ほら、嬉しいだろう。
嬉しいですって言ってみろよ。あ、見えたとえ何を奪われようと、私の道を照らす光は誰にも奪えない。ありえない。何も見えなくて何も聞こえなくて、私の中に光がある。仲間と共に歩いてきた道が私の明日を照らすんだ。何も恐れることはない。これ式のことは痛みのうちに入らん。究極の痛みと友を失う痛みだ。バカな、見えてないはずだぞ。こいつエルズ、まず見てないのか。味覚、嗅覚、そして聴覚。ミニティーソードか。カソ、ミニティーソードか。ただこの剣を振るうのみ。よし、何度でも行くぞ。カソ、はい、太陽の剣。こなたは人間の通覚を強化するのだ。ただこの剣を振るうのみ。よし、食らうとよい。うわっ、何度でも行くぞ。カソ、はい、太陽の剣。ただこの剣を振るうのみ。よし、こなたは人間の通覚を強化するのだ。何度でも行くぞ。行くぞ、ペンタグラムソード。こなたは人間の通覚を強化するのだ。はあ、ただこの剣。よし、何度でも行くぞ。そんなはずは。カソ、おかみの鎧。報いを受けよ、中神聖祭。まずは視覚、次は触覚、味覚、嗅覚、そして聴覚。カソ、ミニティソードか。カソ、ミニティソードか。ただこの、よし、
度でも行くぞ。化け物か。中神の鎧。報いを受けよ。中神聖祭。ゼレフ署の悪魔が。おのれ。ありえん。五感すべてを封じたのだぞ。さらに我が呪力にて通覚を極大に。こなたの姿は見えてないはず。こなたの声は聞こえてないはず。なぜこなたの場所が。六感七感としか言いようがない。五感すべてを奪われたことで逆に別の感覚が発現したというのですか。もっと簡単に説明できるよ。エルザだから。納得。こいつ痛みは感じないのか。恐怖は感じないのか。強すぎる。妖刀紅桜。くそ。時間が。とどめを刺さねば。エルザー。笑っている。魔法が消える。何者か。俺はイグニールの息子だ。ドラゴン子だと。その本はもらう。フェイスも止める。ほう。だからお前をぶっ倒す。ごはん。あまり調子に乗られるのも気に食わんな、人間よ。マルドギールが邪魔だと思っているのはドラゴン、お前ではない。消えよ、ドラゴンの子よ。ナッサ、一緒に戦おうぜ。三人なら奴を倒せる。それは明暗だ。だが断る。何？これはイグニールから頼まれた仕事だ。俺一人でやる。ふざけんなよ、こんな時に。じゃあこうしようぜ。俺たち総竜とナッサ、どっちが先にあいつを倒すか勝負だ。何？先にはやらせねえ。やらせねえぞ。共闘できる。空にドラゴンが2頭、目の前にドラゴンの子が3人、まだいる可能性もある。我が城を好き勝手に飛び回りおって、ま
ルドギールは久しく忘れていた感情を思い出した。怒りだ。よかったな、これで人間に追いついた。まだドラゴンが生きていたとは。深い。おお、やっと口を開いたか、アクノロギア。貴様を我が敵と認識、熱流する。燃えてきたわい。まずお前をぶっ倒す。そんでイグニールに全部話してもらうんだ。燃えてきたぞ。茨の園。ドライブ。イバラ。イバラの園。スイング。行くぞ。行くぜ。白龍の。なったなアシスト。エイリュウの。行くぞ。強敵と認めたのに行くぜ。白龍の出せろ。行くぞ。エリューの斬撃。カリューの撤回。集え、妖精に導かれし光の川よ、照らせ。ジャナル牙を滅するために。フェアリー。茨の園。思考を鈍らせる。長らく制御できていたつもりだったのだがね。マスター EM、 しばらくお待ち。怒りという感情は特によくない。時に自分が自分でなくなる。さて、自分という子が相違する。どんな状態であろうと考えるだけでおぞましい。マルドギールはマルドギール。冥王と呼ばれ、マスターなきタルタロスを預かって、この感情
情は再び忘れなければならない。貴様らの存在とともに。なんだ、不気味の力を感じる。来るぞ。少しだけ見せてやろう、マルドギールの力。イバラ。これを使え。ありがとう。シャドウドライブ。イバラ。クリューのホーリープレス。カリューの、そこだ。イバラの園。イバラ。行くぜ。任せろ。エリュの行くぞ。任せろ。行くぞ。エリュの斬撃。白龍の任せろ。エリューの炎砲艦。エリューの炎。そこだ。限界なら諦めた方がいい。まだエーテリアスフォームを出してないのだよ。逃がしはせん。逃げもせんし逃がしもしない。ここなら思い切り戦える。お前を倒すために俺は戦う。いいな、貴様は破壊されるのだ、この我に。中の魔力を消して何がしてんだ。おや、言ってなかったかな。魔力が消えることで END の封印が解かれるのだよ。あの本か。今はあのような姿だが、 END はタルタロスのマスターにしてゼレフ書最強の悪。 END が復活することで我々はゼレフの元に行ける。下船だ。行きたければお前一人でも行けばいいだろ。
ゼレフがなぜ我々を創造したのか考えてみたことはあるか。我が部下たちは誰一人として気づいていないがね、我々エーテリアスにはゼレフの元に帰るという強い脅迫観念のようなものがある。遺伝子レベルの命令なのだ。ゼレフの元に帰る、ゼレフに会いたい、ゼレフのために。これらの感情、これは全て一つの真実に帰結する。ゼレフは不老不死となった自らを呪い死にたいと願った。その願いの行き着いた先が自分を殺せる存在の創造。ゼレフを殺すために生まれし者、それがゼレフ書の悪魔。 END はその最高傑作だった。だが何があったのか、こうして再び本に封じられてしまった。魔力があふれるアースランドにおいて絶対に解かれることのない封印によって、しかしその封印もフェイスによって大陸中の魔力が失われる時に解け、 END は復活する。そしてゼレフを倒す。それが我々の願いである。ゼレフの願いでもある。ゼレフを倒すための戦い。そんなよくわからねえことに人間を巻き込みやがって。君たちは目的地まで歩くとき、道端の雑草をわざわざ避けて歩くか。咲く監獄の花、氷。これ俺のマフラー拾ったんだ。大事なもんならもう話しちゃいけねえ。グレイ、グレイさん、この魔力。貴様何者だ。お前を倒すためにここに来たデビルスレイヤーだ。デビルスレイヤーだ。なんだそれは。熱竜は竜を撃ち、熱人が神を撃つとすれば悪魔を倒す魔法だ。これはシルバー、いずれ裏切ることは分かっている。それがこんな形になろうとはな。運命とは実に面白い。